これまで、NSP を、リスペクトして、で、今まで、ちょっとこれは勝手なタイトル付け方っていうか、もう個人的に、おこがましいんですけども、勝手に、天野くんが、作りそうなシリーズ、作りそうもないシリーズっていうのを、それぞれ10曲ぐらいずつ作ってきました。で、今回は、天野くんが作りそうもないと、もう一応リスペクトはしていながらも、天野くんがきっと作んないよねっていうような曲を、ちょっとやりたいと思います。まず1曲目、真夜中の愛。
真夜中で続いて、ささやかな賞、これちょっと読んでおきます。これはちょっとノスタルジックな少年の頃の思い出をそのまま歌にしました。少年の頃、心のスクリーンに焼き付いた鮮やかな色とりのささやかな少今突然よみがえる。起き抜けの2階の暗い部屋で誰かが雨戸を開けるまで雨戸に開いた穴から差す光、すりガラスの戸に外の景色映す。ささやかなショー、人も車も道路も逆さまに映す。とても不思議、少年の頃、心のスクリーンに焼き付いた鮮やかな色とりのささやかな賞、今突然よみがえる。ささやかな賞、つかの間の時間、観客は僕一人、雨戸はまだ開けないで、少年の頃、心のスクリーンに焼き付いた鮮やかな色とりのささやかな賞、今突然よみがえる、よみがえる、よみがえる。はい、ささやかな賞。はい、続いて、誓いという、ラブソングですかね。どっちかというと、これを歌います。
風にまた砂が目に入って痛い。風の強いこんな夜に君を海へ連れ出した。いても立ってもいられず引っ張ってきたんだ。君の本当の気持ちに気づいたからなんだ。追いかけた波が戻ってつま先濡らす。冷たいわって最後に、二人の世界これを歌います。これもちょっと失恋ソングですかね。これいつ作ったの？去年、あ、今年だ。今年の2月ぐらいに作った曲ですね。はい、じゃあ二人の世界。間違えちゃった。はい。はい、じゃあ最初からやります。二人の世界。
な同じだと信じていた。二人の世界でした。はい、以上4曲です。